ベイルートは、レバノンの首都であり、ベイルート県の県都でもあり、同国最大の都市である。最近の国勢調査は行われていないが、2007年の推計では100万人以上から220万人となっており、ベイルート都市圏の一部としては、レバント地域第3位、アラブ世界第15位の都市となっている。レバノンの地中海沿岸の中間地点にある半島に位置するベイルートは、 地域の重要な港である。ベイルートは世界で最も古い都市の一つであり、5000年以上も前から人が住んでいた。ベイルートの最初の歴史的な言及は、紀元前15世紀のエジプト新王国からの余るな文書で発見されている。ベイルートはレバノンの政府所在地であり、レバノン経済の中心的な役割を果たしており、ほとんどの銀行や企業は中央地区、バダロ、 ベルダン通り、ハムラ、リアドエルソレ通り、アフラフィエに拠点を置いている。破壊的なレバロン内戦の後、ベイルートの文化的景観は大規模な復興を遂げた。ベイルートは、会計、広告、銀行、金融、法律などの分野で評価され、グローバル化と、世界都市研究ネットワークのベータ世界都市にランク付け、されている。ベイルートの街並みもともとベイルートは、 フェニキア人によってバース、つまり泉の町と名付けられた。ベールートは長きにわたって東地中海の交易の中心地であり続けた。中世のほとんどはアラブ最大の交易の中心地としての地位をアッコに譲っていたが、18世紀になるとベールートはダマスカスの支援を得てアッコによる交易の独占を打破することに成功し、芝叩く間に アッコに代わってこの地域の取引の中心地となった。この結果、ベイルートは非常に国際色豊かな都市になり、ヨーロッパやアメリカ合衆国とも緊密な関係を持ち、欧米の宣教師の布教活動の中心地にもなっていった。彼らは市民を回収させるという意味では大きな成功を収めることはなかったが、彼らによって様々な教育機関、制度が構築されることになった。 その一つの例がアメリカの宣教師が設立したシリアプロテスタント大学であり、同校はその後ベイルートアメリカン大学になった。19世紀になるとベイルートはアラビア人の知的活動の中心にもなり始めた。ベイルートはレバノン山付近で産出する絹の輸出によって繁栄した。交易品の多くはフランスの船によってマルセイユに運ばれ、この地域における フランスの影響力が速やかに他のヨーロッパ列強の影響力をしのぐようになった。ベイルートは中東のパリとも呼ばれた。20世紀前半のベイルート第一次世界大戦に引き続きオスマン朝が崩壊するとベイルートとレバノン全域はフランスに与えられた。キリスト教国のフランス統治の下では少数派のキリスト教徒が非常に優遇されたためベイルートでは 宗教間の緊張が高まることになった。第二次世界大戦後、レバノンは独立を与えられ、ベイルートはその首都となった。その後ベイルートは中東における交通の要所であり、商業と金融、観光の主要な中心地となり中東のパリと呼ばれるほど華やかで美しい街として発展。中東の金融、商業の中心地として発展したベイルートに、 駐在する日本人は多く、在留法人数は一時3000人に達した。さらに、アラブ世界の知的首都でもあり続けたが、それも1975年にレバノンで生産な内戦が勃発するまでであった。内戦のほとんどの機関、ベイルートはイスラム教徒の西部とキリスト教徒の東部に分割された。かつて商業や文化活動が栄えた市街地は無人地帯になった。 ベイルートの上流階級や知識人の多くが他国に逃れた。また、マロンハ・キリスト教徒住民の多くは、ベイルートの北東にあるジュニー家に疎開した。この内戦終結後、レバノンの人々は、ベイルートを再建しつつあり、観光、文化、知的活動も徐々に回復し、商業やファッション、報道も盛んになりつつあるが、観光や大衆文化の中心は、カイロ、 イスタンブールなどの都市に、金融、交通の中心は、ドバイにその地位が移り、課題は大きい。2006年のイスラエル軍によるレバノン侵攻により外南部が空爆された。2009年現在は、治安も安定し外事態の再建も進んでいるものの、イメージ悪化による観光客の減少が街に影を落としている。2020年8月4日、ベイルート港の倉庫に貯蔵されていた。 大量の硝酸アンモニウムに引火して1キロトン級の大規模な爆発が発生。港が壊滅するとともに都市の半分以上が被害を受け30万人が家を失う深刻な被害を受けた。米ルートは地中海性気候であり、東北うで柿昇雨の気候である。6から9月の間は非常に雨が少ないものの湿度が高く蒸し暑くなる日が多い。 海岸沿いに位置するため、気温の比較差は小さく、午後から夕方にかけての海風と夜間の陸風が卓越する。降水のほとんどは10月から4月に発生する。秋と春は少ない降水日の強雨が多くを占める一方で、冬季にはより多くの降水日にわたって平均して降る。標高の高い東高を除いて降雪は稀である。あられが降ることが一冬に数度ある。 市の南の郊外にあるラフィクハリリ国際空港が最寄り空港である。かつて市内にはトラムが運行されていたが、自動車の普及により1960年代に全般予されている。ベールートアメリカン大学など21の大学がある。また、2006年2月に東京外国語大学中等研究日本センターが開所した。ありがとうございます。